250ミリリッターですよ。めちゃめちゃでかい。でかい。結構だと思います。いや結構ですよね。じゃあ板垣さんに質問です。はいはい、本当移動式高級ワンルームみたいな。ラグジュアリーの向こうに行っちゃってください。モーター。どうも皆さんこんにちは、モーターズチャンネルのガッキーです。本日はですねこちら埼玉県春日部市にあります RV ビッグフットさんにお邪魔しております。今回紹介する車はですね、もう以前このチャンネルでも大反響を生んでいる最高級もうラグジュアリーキャンパーの ACS リトルのオクタービア M ご紹介していきたいと思います。そのリトルのオクタービア M なんですが、もう最新のですねもう技術を使ったあの大きなアップデートがあったということなんで、そこも今日いろいろ話を聞いていきたいと思うんですが、最後にですね、RV ビッグフットさんから大切なキャンペーンのお知らせもあるということなんで、皆さんぜひお見逃しなくということで、早速こちらの車両取材していきたいと思います。モーターズ、はい、ということで早速ですね RV ビッグフットの倉橋さんです。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。モタガレの皆さん、3年ぶりに帰ってまいりました。 RV ビッグフット広報の倉橋です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。倉橋さん、前回の動画でも大人気だったんですけれどもとんでもないことでございます。もうもたがれさんのおかげで、はい、ものすごくたくさんのご縁頂戴いたしました。本当ですか、よかったです。売り上げもたくさんいただきましたし、ファンもたくさんいただきましたし、増えたと言ったらちょっと目尻のシワがちょっともうユニもね、ありがとうございます。お笑い要素も入れていただいて、とんでもございません。今回の動画でですね、初めて RV ビッグフットさんのことを知った視聴者さんもいるかなと思いますので、ちょっと簡単に最初に会社説明だけしていただいてもよろしいでしょうか。かしこまりました。私ども RV ビッグフットはですね、30年以上の老舗となるキャンピングカービルダーとなります。そのほとんどを実はフルオーダーでやってきたんですよ。すごいですよね。はい、もう小さなお車から大きなお車まで、その中でもいわゆるあのバスコン、バスベースに関しましては、バスコンの U などと言われて、バスコン御三家という言葉もネットでこうご覧になっていただいた方も多いかと思われます。でここ近年はハイエースベース、やっぱりバンコンが人気なので、こちらの 5.3 ベースから始まりまして、はい、もう一回り小さな 4.7 ベースのスイングシリーズなど、幅広くですね、大きなものから小さなものまで、ここ数年は定番4車種という形で、今までのたくさんのフルオーダーの中から皆さんの創意マーケティングをさせていただきまして、使いやすい形を販売しております。なるほど、はい、かなりブラッシュアップもされていて、結構お店はどちらでやられているのが多いですか。会社がですね、今こちら撮影をさせていただいております春日部本社、あとは埼玉県東松山でございますね。そちらの方は昨年の12月に実はリニューアルオープンしております。 おめでとうございます。ありがとうございます。すごくあの自然に囲まれたいいところなので、ぜひ遊びに来てください、はい、そして、北海道新函館店がございまして、ここはフェリー乗り場から15分で北の大地のあらゆるキャンパーさんたちがこう遊びに来てくれたり、出かける前に声をかけてくれたりと、以上3店が直営店となっておりますので、ぜひ遊びに来てください。なるほど、もう技術もすごい、ね、RV ビッグフットさんなんですけども、やっぱり RV ビッグフットさんのイメージでいくと、やっぱこのもう真っ白な内装ですね、今からお見せしますけれども、そこにさらに使いやすい、今回アップデート何個ぐらいされたんですか。いくつもいくつもあるので、はい、分かりやすく実はキーワードを設定させていただきました。なるほど。一つ一つでちょっと先に発表させていただきます、はい、ありがとうございます。それではですね、そのアップデートされた箇所をですね、はい、メインにこちらの ACS リトルのオクタービア M ご紹介していきたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いします。お願いいたします。モーターズ、さあということで早速じゃあ内装の方ですね、ご紹介していただきたいと思うんですけれども、アップデートされた5つ、はい、まず目についたのはこの冷蔵庫なんですけど、さすが板垣さん、実はですね今板垣さんがおっしゃってくださったように、はい、弊社のこの ACS リトルのオクタービア M というのは、ここにちょっとちっちゃく説明が出ているのですけれども、はい、この ACS というのは太陽光発電システムという、はい、これの略語になっておりまして、要はそのソーラーパネルが元よりオプションではなくて標準に入ってますよというシリーズになります、はい、まず実はこのシリーズの中で一番最初にできたのが ACS リトルのオクタービア M、 つまりトラディショナルラインですね。で実はそのうちってほとんどモデルチェンジ結構してくる中で、これだけはほとんど変わってないんです。ああ、そうなんですか、はい、でその中でも一つシンボリックなものがこの大きな冷凍冷蔵庫、はい、
今パッと見ただけで大きいなって。これもう全然、はい、一人暮らしの方が使ってる冷蔵庫とかより下手したら大きいぐらいの、まあ、ものが積まれてるんで実は一人暮らしどころかの、はい、その3年前こちらで動画を撮っていただいた時にはすでに二人暮らしの方の1週間分ぐらいの137、8リッターぐらいかな、なるほど、冷蔵庫だったんです。今152です。 152リッターですよ。めちゃめちゃでかい。でかいでかい。これね、単純に弊社がもともとフルオーダーなのでお客様からのリクエストが常にこう入りやすくなっていて、はい、なるほど、大きい冷蔵庫買ってよかったわ、もっと大きくならないのってこう言われるんですよ、まあ、お客様はね素直に要望を出してくださるんです、うんうん、そこがやっぱりこう弊社のいいところで、じゃあ言われたからやってみようかということで、もともとフルオーダーなので一つセレクトショップ的な要素もあるわけなんですよ、うんうん、通常は市販の冷蔵庫で積まれるとか多いですよね。そうですね。で普通は他社様ですと 12V のものを、普通にキャンピングカーだったら 12V 車用のものでしょとなるんですけれども、家庭用のものを入れてみたいという弊社の社長専務の願いから始まって、はい、でそうするとそこがこう起点になってお客様がもっと大きな大きなものとなっていったので、じゃあそれを一回セレクトして入れてみようか。もちろんうちはメーカーではないので、はい、この動画の後に別のものが入ってるかもしれない。ただそれはその時期、その風潮、その社会の動き、お客様の好み、すべて考えた上でのセレクトという形で、今はこれがキーワード、幸せマシマシ増量中たゆまぬチャレンジという形になっております。なるほど、これが一つ目だということなんですけど、冷蔵庫でもそのサイズもすごいやっぱり変わっていくっていうおっしゃってたんですけど、うん、結構このサイズ感というか今きっちり入ってるじゃないですか、そこに結構アジャストするの大変なんじゃないかなっていう作り手さんとしては。よくぞ言ってくれました。そうなんですよ、やっぱりね、大きな、はい、しかも 12V じゃないものを入れるので、うん、電力に関してはうち本当にこの ACS シリーズって豊富なので問題はないんですけれども、はい、やはりこう排熱の問題だったり、あとはやっぱりこうスペースほとんど変わってはいないんですけれども、はい、この数センチでお客様の使い心地だったり、うんうん、あとは機能性なんかが良かったり悪かったりってことは絶対に出てくるので、これもこう検証していきながら、いいものは今の私どもが出している定番のお車のように残っていくという形になります。なるほど、ありがとうございます、はい、冷蔔庫とか開いてみてもいいですか？もちろんです、ちょっと私、はい、ぜひぜひ。ちなみに私161なんですけども、はい、胸を張ってもつかないぐらい結構高いです。十分ですね、はい、もう着替えとかも全然立てできちゃいますし、楽ですよ。大容量なので開いた感じイメージしてもらうと、まあ本当そうですね、なんか4人家族とかで使ってても全然おかしくない。ありがとうございます。やっぱりね、はい、旅先で食べたり飲んだりとか、うんうん、あとはお時間や燃料かけて遊びに行った時に単純にお土産が多いっていうだけでも幸せマシマシ増量中トライアルっていうのはそういうことなんです。なるほど、容量も増量中ってことですね。そうですね、やっぱり冷蔵庫大きくなると、例えばもう分かりやすく今ワイン入ってますけれども、はい、今日本ワインなんかブームじゃないですか、うんうんうん、そうですね。でそういう時にこうね、好きなワイナリーに出かけてこう持っていけるワインが単純に多いというのはもうまさに幸せ増量中という形になります。確かに旅先、はい、道の駅とかそういうところでちょっと買いますしね、はい、それもまあ1週間分ぐらい下手したら全然入る以上の容量ですかね。そうですね、たくさんまあ車内でのできるまあそのお料理ですとか、はい、まあ、その幅も広がりますね。そうですね、もう本当移動式高級ワンルームみたいなサイズ感ですけど、中もう一回ちょっと初めて見る方もいらっしゃると思うんで、はい、一旦全部中お見せしたいと思いますが、ぜひぜひ、はい、この洗礼された内装ですよね、特徴としてはやっぱアルブビクトスのこの白内装、はい、めちゃくちゃでも汚れるんじゃないかって思った方、視聴者さんも多分多いと思うんですけど、それでも対策されてるんですよね、はい、この白というのは前回のお話にも続くのですけれども、はい、やはり一つ中が広く明るく見えるということで採用させていただいて、業界でこの白を採用した時は、うん、ビクトさんなかなか勇気があることをやるねと皆さんに言っていただいたんですけども、まあ、ご存知コロナの時にこの白がさらに評価されたというのはですね、まあ、汚れが目立つ時にこうパッと拭き掃除ができるだとか、うんうん、あとはやっぱり質のいい
合皮レザーなの で、ね、こう拭き取りがしやすかったりだとか、はい、そういう意味でこ うちの場合は展示車は白ですが、うんうん、まあ、ご安心ください。オプションでお色味も変えることはできます。ありがとうございます、はい、もうしかもね、全てこういったところにもこだわりがあって、ちゃんとねこういう R を取ってたりするので、まあ、お子さんとか、まあ、もちろん一般的にね、あのちょっと飲んで酔っ払って角にぶつけたとかお酒の話は、ね、はい、あのちょっと怪我しちゃわないようにしっかりとこれだけの高級キャンパーですから、匠の技術で作られていて、はい、もうこの家具一品一品にもすごいこだわられてらっしゃるんですよね。実は今家具のこと触れていただいたので、はい、キーワードに行っちゃっていいですか。いいですか、お願いします、はい、キーワードにラグジュアリーの向こう側。向こう側行っちゃいましたよ、はい、向こう側行っちゃいましたありがとうございます。さらにってことですねそうですね、もうラグジュアリーなのは、うんうん、こちらの ACS リトルノクタービア M って当たり前なんですよ。もともとがですね、うん、実はあのこれも前のお話に続くのですが、本来は引退後のご夫妻2人旅、はい、まあ、スイートルームなどでこう、うん、連泊なさる方を想定して作らせていただいたお車なんですけれども、今結構お客様の層が多様化してきまして、それこその板垣さんほどのご年齢の比較的若い車中泊を好まれる方だったり、はい、あとコロナでやっぱ働き方が変わったので、はい、先ほどお話ししたようにこうお仕事をこう自由な時間帯で組んでいただける方や、あとワンちゃん猫ちゃんを連れて行かれる方がすっごく増えていて、やっぱりあのラグジュアリーの向こう側といった時に使っている、まあ、はい、ベッドの中に入っているスポンジ、いや相当分厚いですからね、はい、非常にいいですし、ね、あとは角材にしてもそうですし、はい、この鏡面仕上げなんかも実は3年前はこう額縁がついたもっとこう光沢が抑えられたものだったんですよ。なるほど。じゃあその棚の蓋ですとか、うん、その他諸々すべて変わってたりして、その通りです。めちゃくちゃ綺麗ですもんね、はいはい、もうぜひもたがれさんの過去の録画見てください。もともとこう R がある中 で、ね、これだけこう鏡面仕上げになりますとこう、うん、光沢がこうより生きて、こう車内にいる間もっとこう光に包まれた時間を過ごしていただけるという形になっています、はい、そうですね、柔らかい印象にもなりますし、はい、間接照明がなんといってもめちゃくちゃおしゃれ。ありがとうございます。やっぱりこう LED がこうむき出しになっていないことで、うんうん、で非常にリラックスした時間を演出させていただくことができますね。そうですね、こっちだけ見たら本当車っぽさが極力こうないというか、もう非日常空間って言ってもいいぐらい、まあ、この辺のねやっぱり家具ももう大理石調のデザインされていて、本当高級感ありますよね、一つ一つ。これないんじゃないですか。他社様も出してはいるんですけれども、うん、弊社やはりこうバスコン御三家などと言われて、はい、フルオーダーでも2000万3000万のものを作ってる会社ですので、お値段帯とは別に同じ職人が同じこう技を使って皆様にこうご提供していくのはもう弊社のエッセンスということになっております。でそのラグジュアリーの向こう側に行っちゃうのは、うんうん、もちろんその元々あるラグジュアリーを飛び越してという意味で、まあ、ちょっとちっちゃいところから行きましょう。エアコン見えますか、はい、エアコン見えます。今簡単なものなんですけど、日差し口にこうガードがついているじゃないですか。そうですね、はい、あもう初めて見ました僕、あのキャンピングカーでこれついてるの。実はお客様の中では、はい、直接ベッドでこう、うん、エアコンの吹き出し口があることが涼しくて快適でいいねっていう方と、うん、逆にちょっと風当たりがきついなって方もいらっしゃるんですよ。確かに寝てる時にちょっと嫌な人いますよね特にそうです、大体の、はい、ご夫妻なんかで使われてる場合はこうどちらかの方が暑がりで、どちらかの方がこう寒がりなのでうまくいくんですが、はい、これだけ暑いとこうつけっぱなしって人もいますので、うん、ああいうアイテムなんかもまさにセレクトショップで一つつけてみますよという形になって、こういうちっちゃいところから始まって、これ後でお見せしますけれども、はい、ラグジュアリーの向こう側というのは、うんうんうん、車内空間をご自身でリメイクしていただく、はい、演出していただくということで、うん、音質高音質化パッケージというのを入れておりまして、音にもこだわってらっしゃる。そうです、もうやはりうちもともとパイオニアやケンウッド、はい、いい AV 機器を扱っておりますので、うんうんうん、今ちょっとこれクリップダウンも 13.3 インチとなっていまして、はい、めちゃめちゃ大きいですよね、はい、画素も非常に綺麗になっておりまして、で音は後で実際に聞いていただきますので、こうご期待ということでお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、もうラグジュアリーの向こうに行っちゃってください。はい、もうそこまでこだわられてまさに追求されているというところですね。そうですね。続いて3つ目ですか。はい、3つ目となりますとですね、はい、パワーアップが止まらないとなります。パワーアップが止まらないはい、パワーアップ止まってません。どのあたりですか。早速いきましょう。そしたらちょっと1回外に出ますね。はい、お願いします。 ACS リトルノクタービア M のパワーの、はい、源というと、さっきご説明いただいたソーラーパネル、うん、ここが一番肝となってきています。今400ワットって結構
構だと思います、ね、いや結構ですよね。もうソーラーパネルだけですからね。これ別にサブバッテリーとかじゃなくてってことですよね。もうねこの400ワットの発電量って、うん、これ初めて見た方は400ワットなのって思いますけれど、まあ、さらっと流しちゃいがちですね。じゃあ板垣さんに質問です、はいはい、10年前も弊社の ACS リトルノクターディア M はございました、はいはい、10年前のソーラーパネルは1枚何ワットの発電量だったでしょうか。半分ぐらい、100ワットぐらい。ありがとうございます。そうなんです、100ワット。あ、やばい、当てちゃった、当てちゃった、当てちゃった。あとでじゃあワインを差し上げます。ありがとうございます。1枚ですね、はい、実は当時たったの100ワットだったんです。なるほど、ちょうど半分ですね。そうですね。で、まあ、それが100ワットが、はい、まあ、当時2枚かマックスで、うんうんうん、ってところから始まって倍になってしまった。なるほど、はい、これ当然幸せもマシマシになりますよね、はい、音響だって良くなるし映像だって楽しめるし、ね、ただソーラーパネルだけが、はい、あのワット数が上がったからといって、うん、実際にそのまますぐにあのプラスになるというわけではないので、ソーラーパネルを400ワットにしたこと、はい、3年前の録画の時がちょうど過渡期なんですけれども、その時から MPPT 方式という発電量、発電率が高くなって9割以上になってね、はいはい、まずはうちの方式ですと、まあ、7割から8割ぐらいだったんですけれども、うん、最近ちょっとやんちゃが過ぎてますが、太陽の恵みをがっちりと9割ホールドさせていただいて、こっちの方にエネルギー振っていただいて MPPT 方式でしっかりと発電させていただいて、うん、実はですね、はい、3年前からバッテリーも変わっているんですよ、はい、うんうん、なるほどですね、はい、弊社がもう長らく使っておりました、はい、バッテリーも非常に皆様にこう好評をいただいていて、うんうん、汎用性もあるので、いざこう旅先で、まあ、トラブルほとんどないんですけど、まあ、QR キューブないんですけど、万が一何かあった時でも買いやすいようにということで、うん、汎用性の高い、ディープサイクルバッテリーを使っておりましたが、はい、ここ近年右見ても左見ても前見ても後ろ見てもなだいなだ、いなだ強いんだ、強いで、私考えたんですよ、お客様に今いなだ4つ積んでるんですよって言うと、いなだなのでってこう話流れちゃうじゃないですか。まあ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 、そうですね、そうですよね、はい、でもやっぱりこちらの動画見ていただく方、初めての方もいるので、はい、稲田どう説明したらいいのってなった時に、はい、卸先の支店長から直でもらっちゃって、ああそうなんですね、キャッチコピーを私に託してくださったので、なるほど、そのまんまお伝えします。支店長見てますか。はい、支店長から託されたのは、はい、長期間長時間大電力。思ったより強いワードでしたね。ちょっとなんかあの華やかな感じかと思いきや、ボリボリでしたね。ボリボリな感じで直でいただいちゃって、はい、そのぐらいまあパワフルかつ、はい、実際ソーラーパネルでの発電率が9割以上こう余すところなく太陽を電気に変えたものが、その稲田のバッテリー、そうですね、今あのエアコンタイプなの4つ入ってるんですけど、うんうん、はい、4つにこうみっちみちになるわけですよ、うん、まあ、キャンピングカーのために開発をされたディープサイクルバッテリーだという形ですね、うん、動くもの、高温になるもの、はい、本来でしたら 12V で回すようなところで、うん、ルームエアコンや弊社の場合は大きな冷凍冷蔵庫、 IH クッカー、 LED 照明、うん、そうですね、本当にたくさんありますから、そうですね、電子レンジ、はい、本当にあたかもお家の中にいるような車中泊、うん、こういう大容量の電気を使うものにふさわしいバッテリーを今入れているという形になっています。室外機とかが外装を見ても全然分からなかったんですけど、はい、なるほどなるほど、綺麗に収まってるんですか、どこか、はい、そうですね、今こちらから見ると、はい、運転席の後ろ側、はい、電子レンジのこの付近というか、やはりこう排熱一つの大きなポイントになりますので、うんうん、弊社の場合は横に室外機つけさせていただいております。もうその辺も考えられて、かつバッテリーも強い状態になってるってことですよね。そうですね、はい、電装システムだけではなくて、うん、家具の大きさ一つ、あとはやっぱり排熱の場所一つ、これはもうあの先ほどの繰り返しになりますが、弊社はメーカーではない分、一つ一つメーカーさんのものが変わると、一台一台見えないところでこう、うん、細かいアレンジを繰り広げているというか、これは弊社リトルのオクタービア M や、はい、あとは弊社のお車が気になっている方にぜひ知っていただきたい私たちからのラブレターです。パワーアップがもう今止まらない状態ということで、そうですね、日々努力をしております、はい、このあたりで強化された音質、はい、音質、高音質化パッケージと、はい、あとは画像なのですが、ちょっとじゃあつなげてみましょうかね。モーターズ佐藤倉橋さん、はい、ちょっと今ですね、以前のモーターズの動画3年前ですかね、なんか恥ずかしいですね、自分でこうやって見ると、まあ、映させていただいて、はい、音質、ちょっと皆さんこれ分かりますかね、ちょっと一回スピーカー近づけますね、マイク充電したのか、サブバッテリーを満充電した状態から使い始めてるのか、かなり多分音が
いいと思います。もしかしたら動画だと伝わりづらい部分あると思うんですけれども、かなりスピーカーの数ももちろんベース多いですし、著作権の兼ね合いで音楽流せませんが、重低音もすごいですね。そうなんですよ。実はですね、この高質化パッケージというオプションがかなり一部のお客様に受けがよくって、先ほどのラグジュアリーの向こう側もやはり自分の空間を作っていただく際に好きな動画やあとはこう音楽なんかを流していただいてリラックスをしていただくという形でお使いいただいてます。その時にやっぱりこうウーファーがすごく効いているので、好きなまあクラシックだったりジャズだったりもトランスだったりかけていただくというのもいいですし、そういう形で、あの好きな音を聴いていただくっていうのはやっぱりこれはラグジュアリーのその先へ、ただ豪華なだけではなくって、ご自身のこう精神世界をこう一層豪華に豊かにしていただくっていう意味ではいいのかなと思っています。こうやって気軽に YouTube もそうですけれども、たくさん音楽アプリもありますし、皆さんやっぱりこう耳や目がかなりこう凝ってきているので、そういう中で車だけがいいとか、まあ、車いいのもちろん第一なんですけれども、もっともっとこうそこを踏み台として皆さんがこうすでに持っている楽しさをこうプラスアルファでどんどん増やしていっていただけるというのがやっぱりキャンピングカーツールのいいところだと思っています。音が上から降ってくる感じがすごいんで楽しめるかなと思いますし、音楽好きな方とかはもう特に喜ばしいんじゃないかなと思いますよね。ごまかしようがないことですから、こう音がいい悪いとか画像が、画像の話すれば一つしていいですか。実はこれ今 13.3 インチということで、動画だとよくわからないかもしれないんですけど、3年前こちらで動画作らせていただいた時は金銭の接続だったんですけど、今 HDMI なので、あ、そうなんですね。非常にこう画素がね、こう綺麗に綺麗に映って光石モニターもじゃあのナビ画面も綺麗に映りますんで、ありがとうございます。もともとあの弊社のこのシリーズだけではなくって、一つこうカジュアルなスイングというシリーズでも、うちは必ずその時に出ている最新の一番こういいナビを入れさせていただいて、非常にリッチという形になっています。ふんだんに使われていてっていう形になりますんで、よりまあラグジュアリー空間がパワーアップ、もう向こう側にもどん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 行っちゃってください。一緒にこう走っていきますので、まあお仕事だけじゃなくてそういったねあの使い方とかで欲しいのまた一番いいんじゃないかなというところと、まああとですね残り2つですね、4つ目5つ目ありますんでその辺も触れていきたいと思うんですけども、4つ目が結構そういったうっかりさん宛てのメッセージみたいな。そうなんです。今うっかりさんって言ってくれたんですけども、本当うっかりさんって結構実は多くって、まあ自分もそうですし、例えば弊社ってもともとフルオーダーだってお話をしたんじゃないですか。でフルオーダーだってことは一人一人説明書も違うんですよ。まあ、そういう時代を経て今定番4車種で販売させていただいてるんですけども、それぞれ説明書を付けさせていただいています。こちらの ACS シリーズというのは電気を楽しんでいただいて豊かに車中泊をしていただくというコンセプトのもとに作られていますから、当然それなりのご説明やルールですね、このキャンピングカーを使うにあたってのルールもご説明するのですけど、だからといってね、例えば旅先でいいお風呂浴びていいお店で一杯飲んでふわーってこう帰ってきた時にお家のスイッチだって消し忘れるのに消し忘れ怒られたりしませんか。めちゃくちゃ怒られますねよく怒られますでも人ってそういうもんなので、いつもやっぱりこう全部管理できるわけではないんですよ。あのそれはまあうっかりさんもそうですししっかりさんもそうですけれども、やっぱりその環境づくり、うっかりさんの環境づくりというまあキーワードをつけさせていただいてるんですけれども、私の前ですね、前ですね、ギャレーの前にはこちら見えますか、電気関係がまるっとまとまっています。今実際弊社の ACS リトルナオオクタービア M に乗っていただいている方はあれって思われるかもしれませんが、一つあの分かりやすいところから言うと、一つにまとまっているだけではなく、このボトルニックのバッテリーモニターがここに来ることによって 100% になっていますけれども、実際に今どれだけ電気を使っているか残っているか発電しているかということも全部こちらで見ていただけます。集中タッチパネルみたいな形で、そうですね、タッチパネル以外ももう全部集中させちゃってさせちゃってると。しかもそうですよね、FF ヒーターこちらから出てくる引き出し口があって、そこにそうです、ね、スイッチがあって、もうとにかくのスイッチはどこなのというこのあの時間がなくなるというのにね、脳って一個一個判断してますので、車に乗ったら決まったところに決まったものが、
があって楽しむこと休むことに集中していただくという環境づくりになってます、うんうん、こちらですねタッチスイッチパネルが前の動画見ていただくと分かるんですが、はい、新しくなりました、うん、なるほどピカーッと青く光ってますけれどかっこよくなってますやっぱりね今このスイッチ関係ってポチッポチッとこう物理的に押すというよりも軽くこう切り替えができる機能性がアップしたものが人気がありますし、はい、あとはこれ意外と皆さんおっしゃることなんですけれども夜寝ている時に、はい、例えばこうホテルなんかでもこう、うん、フットライトがあるじゃないですか、はい、車内だとなかなかフットライトっていう概念はないんですけれどもこれ夜にちょっと光ってたりするんですよなるほど、はい、でこれが意外と好評で、全部電気を消して休んでても邪魔にならない光があっててな電気つけたいなという時にすぐこうパッと触れるので、うん、押したりあ本当だ簡単はい簡単なんです車内限られてるとは言いましても、はい、一つ一つの利便性をこう薄皮をこう重ねるようにこう上げていくというのが、うんうん、うちの一つのブラッシュアップの方法ではあります、うん、なるほど、はい、その他にもいっぱいたくさん気遣いもあるんですよねそうなんですやっぱりこううっかりさん、はい、切る入れるということもそうですけど、はい、まとまってるってすごく大事、はい、例えばここに小さなミニクローゼットがあるんですけれども、はい、こちらに外部電源にしても、うんうん、インバーターにしても本当だまとめさせていただいております、はい、配線とか見えちゃうと気になる方いらっしゃると思いますの で, そ, うです、ね、まあ、それもしっかり隠れているというところとあと他にあれなんですよね2箇所ぐらいそれに付随して、はい、例えばここにあるのは昔からあるパターンなんですが家庭用のこう2つ、ね、こう外部とインバーターの、ね、はい、ただ最近皆さんのご注文でご好評なのが今ここに私のスマートフォンが充電していますがここに USB インバーター外部としっかりと差し込んで充電ができるようになっています、うんうん、嬉しいですよねそこでスマホいじりながらとかリラックスするとかもあると思いますので、はい、ちょうどいいところにあるしベッドのところでは枕元にあるみたいなイメージで使っていただけると、はい、やっぱりこうギリギリまで寝るときまでスマートフォンやタブレットでこう読書をなさったり、うん、明日どこ行くってとこうマップなんかを皆さんで見る方って多いと思うんですよ確かにそういう時にこう充電がこうスムーズにできるとか、はい、あとはやっぱり SS リトルノクタービア M ってお仕事で使われている方も多いので、うん、常にこう PC だったりこう端末を使いやすくするというのも時代の流れに沿った小さなブラッシュアップにはなっているのかなと、はい、やっぱりねうっかりさんってスマホどこだっけ、ね、タブレットどこだっけとなりますけども、うん、全部この手の届く範囲にまとまってますのでそれ重要ですね重要です、うん、もうね本当に忙しい方ほどやっぱりそういう考える考えないのこう線引きをしっかりしていただくというのは大事かと考えておりますありがとうございますそして僕の手元にあるんですけど、はい、実はもうメインスイッチとインバーターのこれ完全オフのスイッチですかありがとうございますこちらの出口のところに全てスイッチがあります、まあ、メインスイッチ、はい、これをポチッと切っていただければ切り忘れはないそしてインバーターですね 100V のものがついてますからこれをまあ使うときに入れていただくインバータースイッチやっぱりこう地味に電気は普通に消費しますのでそれを消し忘れないというのが非常に大事なことになりますなるほどこれ一回消してみましょうか、はい、なので出るときにこれ一発ドンって消しちゃえば、はい、もう一発でいけますよっていうことです ね, うですねこういう状態はいありがとうございますありがとうございます、まあ、電気製品なのでできればもちろんメインで切り売りというのもできるんですけど、はいできればこのタッチパネルとこうマグにね、うんうん、そうですね、本当はそれですね。そうですね、あるということはここで一回落としていただいて切っていただくというのがまあセオリーではあるのですけれども、それでもうっかりさんはうっかりするのでメインのスイッチがそこについているという形になります。はい、もうその辺も考えられているように簡単にね一発で消せるっていうところもあったりと。はい、またそうですね前の動画でもご説明していますがこの辺のキッチン周りですね、はい、オーブンレンジもありますしそうなんですこれ実はいろいろついていて、はい、まあ、グリルもついてますし、うんうん、トーストも焼けちゃいますのでそうなんですよね、はい、まあ、パンとか、まあ、朝コーヒー飲みながらでもいいと思いますいいですよパンを焼きながら IH でコーヒーをこう入れて飲むともはあ、キャンピングカー買ってよかったな、というのが続きます。リアルですね。はい、リアルです。私ももう5台自腹で買ってますから。すごい。いや本当ですよ。そうなんですね。はい、そうです。もうね、本当にもうズブズブです。もうかなり、もう熟知されてる方が喋ってますから。そうですね。遊びに関しては、もうしっかりよく知っていますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。モーター。さあ、ということで、倉田さん。はい。さあ、ラスト。
5つ目聞いていきたいと思うんですけども、はい、5つ目なんでしょうか。5つ目のキーワードは、はい、より軽く、より効率的にです。これだけ聞くと、はい、何っていう感じに。そうですね、なんかバッテリーで大きな変更点があることは聞いたんですけど。ありがとうございます、はい、実はですね、弊社ってどうもディープサイクルバッテリー推しというイメージがあるようなんですが、はい、そういうイメージですか。そのイメージですし、はい、まあ、既存はそうでしたよね。そうですね、はい、これも実際に稲田のバッテリー4つ入っているという状況で、はい、まあ、過不足ないどころか、まあ、リッチに楽しく、もうラグジュアリーの向こう行っちゃってますから、はい、そうですね、もうソーラーパネルもすごいですし、はい、発電システムもすごいですからね。もうね、どん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 すごくなっちゃってるんですけど、はい、ただそこによりやっぱり軽さと効率を考えていくと、はい、結構重大発表かなと思うんですけれども、うんうん、リチウムイオンバッテリーの標準化を ACS リトルノクタビア M でやっちゃいます。これ開示するっていうことで。そうなんですよ。ただ、はい、皆さんに聞いていただきたいんですけれども、はい、弊社の RV ビッグフットはもともとフルオーダーなので、はい、大昔からリチウム使ってるんですよ、うんうん、実はそうなんですよね、はい、例えばホームページ見ていただくと分かるんですけれども、はい、弊社のフラッグシップメントモデルの ACS オアシス SH なんかはリチウムイオンバッテリーもずっと昔から標準で入ってるんですね。技術はもうあったんだけど、うん、あるあるってことですよね。そうです、もうデータもあるし、ちゃんと快適な車中泊をリチウムイオンバッテリーでご提供はしてるんですけれども、うんうん、そう、なんで使わなかったのか聞きたい、はい、そこをね、今日とお話したくて、はい、例えばスイングやリトルノでもずっとオプションであるんです、リチウムイオンバッテリーは、うんうん、ただそのお客様がリチウムイオンバッテリーに詳しいか、はい、お詳しい限りは問題なんですけど、昔はやっぱりこう爆発するとかね、うん、なんかそんなありましたね、はい、イメージがね、確かに、はい、で今どんどんやっぱりリチウムイオンバッテリー自体も改良されていて、うん、今すごくいいものが出ていて、かつ初期費用も最初は10倍って言われた時代がありましたが、うん、はい、これもかなりお値打ちになってきております。値段高いイメージありましたけれども、、ね、だいぶじゃあ容量的にもしっかりしていて、うん、はい、安価でつけられるようになった。その通りです。やっぱりね、お客様にはい、ぐんとオプション代をこう全部追っていただいて、うんうん、かつ扱いも難しくって、あと弊社が一番心配しているのはメンテナンスです、はい、日本どこでもディーラーがもうどの地域でもあるわけでもないですし、うん、リチウムイオンバッテリー、リチウムイオンバッテリーとは言うけれども、実際に各地の自動車工場の方だったりディーラーの方が等しくそれを触れるかといったら、またちょっと別の話じゃないですか。正直はそうですね、まあ、蓋の部分はちょっと難しいと思いますね、うん、難しいと思います。だからやっぱりキャンピングカーではありますし、はい、そう考えた時に暑い寒いに関わったり、このね、やっぱりどんどん気温が上がってる中でディープサイクルバッテリーであれば、まあまあどこでも大抵の方はいじっていただけるし、うん、最低限の応急処置は何かあってもしていただけるし、ということで基本的にはディープサイクルバッテリーを一般的には推してきましたけれども、この暴れん坊のやんちゃの太陽見てくださいよ、まあ、暑いですしね、暑いです、もう黒ずくめでよくおっしゃる、うん、もう吸収率って感じ。いやもうそれでいて、いやもう暑いから、うんうん、もうクーラーとかもちろんエアコンね、家庭用ないと、はい、そうなんですよ、いけないし、冷蔵庫もね、はい、そうですね、そう、僕心配だったんですよ、家電めちゃくちゃ多いんで、これ容量大丈夫かなみたいな。ソーラーパネルあるんで日中多いんですけど、夜とか寝苦しくなんないかなとか、一夜持つのかなみたいな。ありがとうございます。ところもありまして、もうね、このご質問はもうずっといただいてるんですが、はい、結論 OK です。大丈夫なんですね、はい、OK って言っても、じゃあ具体的にどうなの、はい、ってお話ですけれども、うんうん、私どものユーザーさんが結構 YouTube なんかでも、はい、こちら乗られてても、ひたすらバッテリーの残量計を移して、うん、ひたすら IH を使って、ひたすらね、クーラー使ってっていう、もう淡々とその、まあ、他にもいろいろ楽しい要素はあるんですけど、猫ちゃんとかラーメン出てきたりとか、うんうん、そういう形で見ていただくと、普通に夜 4,5 時間から8時間ぐらい使えていたり、はい、あとはちょっと吹き出し口がどうしても近いので、私なんかお客様にお家みたいにこうタイマーで夜4時間ぐらいで、また明け方ちょっと日が昇るときに 3,4 時間っていう形でお勧めしてますが、それでもやっぱりこれからどんどん暑くなる、どんどん、ね、はい、ラグジュアリーの向こうにもっと走っていくので、うん、電気は増えていくということで、リチウムイオンバッテリー315アンペアは1個、今4つなのに
1個行けるというどこ空いてるんですか、ここ空いてるんですか、はい、今ですね、はい、この助手席側の、はい、手前の方自動充電器や電装関係が、はい、その奥の、扉があってそこに入っているんですけれども、あそこに入ってらっしゃるんですね、はい、これ4つ入っていて、うんうん、これはこれで、まあ、あの十二分に使えてはいるんですけど、はい、重いのは1個とないです、うん、うちの車20年持つんですよ、もっとそれ以上も持っちゃうんですもんね、うん、でそういう中でやっぱり燃費を考えた時にキャンピングカーって基本的に物を積むものなので軽いに越したことはないんですよ、はい、確かに燃費とかも、ね、良くなりますし ね、 そ う、 すね、はい、そうやって考えた時に、はい、どうしたらもっとお客様にとってお得なのかなとか、うんうん、お車自体もずっと同じものが同じ場所にあるって決していいものではないので、うん、極力車体への負担も減らしていきたいということで今回思い切ってモタガレさんで発表をさせていただきました。ありがとうございます。うちのチャンネルで良かったのかなっていうところはありますが、良かったですか、大丈夫ですかね。かかまあ、なので今までパワーアップしたところもお聞かせいただいていましたし、こちらの ACS リトルノクタービラ M はすごくこの上段ベッドとかこのリススペース大人気、ね。そうなんです。ですよね。大きい、これだけあると、うん、板垣さんも入っちゃいますよ。コンパクトに全然寝袋で、ね、なんかね寝袋しに寝れますし、この辺はねあの以前撮らせてもらった動画でも詳しく解説してます。それも合わせて、ね、見てもらいたいなと思うんですけれども、かなり今回パワーアップもしてますし、はい、あとは気になるお値段とか5納期、はい、あとベース車両についても聞いていきたいと思いますので、はい、こちらですね、はい、リチウムイオンが標準搭載、はい、さらにキャンペーンも聞いてますんで、ありがとうございます、はい、合わせて最後確認していきたいと思います。はい、モーターズさあということで改めて倉橋さん、はい、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと最後はリラックスした感じで、はい、車内からお届けしたいなと、めちゃくちゃ広くてこれもう寝転がって撮影したいぐらいもうね恋に落ちてますよ、はい、この車にラグジュアリーでいいかなと、はい、ただやっぱり気になるのはあれなんですよ、お値段と納期なんで、はい、そうですよね、ちょっと聞いていきたいと思います、はい、ただいまですねこちらの録画をしている、はい、時点におきまして、 ACS リトルノクタービア M、 こちらガソリンの肉、はい、関東で一番標準的な形になりますとおおよそ1100万前後になります。なるほどですね、はい、当然今ちょっと物価も上がってますし、はい、ベース車も上がってますので、うちはもうそんなに上げてはいませんので、なるほど、そこ大事なところです、はい、大事です。ベース車としては、はい、ベース車は、はいはい、キャンパー特装という形で GL よりもこうワンランクで、うん、例えばオプティトロンメーター周りがリッチだったり、はい、グリルメッキ部分が多かったり、物自体がかなりこうランクが上のものとなって、間違いないベース使っていただいて、一応その定員とかで言うと4名乗車、はい、その通りです、4名お昼は乗っていただいて、はい、夜はこちらの常設ベッドに基本2人なのですが、私が座っておりますこちらの2人掛けの椅子がですね、はい、オプションで3人にすることができます。そうすると、あの前回のモタガレさんの動画でも大変ご好評いただいたんですが、はい、ここにこう簡易チャイルドベッドキットみたいなものをつけると、段違いのこう広いベッドができるような、はい、なので、まあ、一応そうですね、お子様一人ご就寝やプラスですという言い方をしていますけれども、相当広いベッドスペースを取ることができます。なのでファミリー層の方ももちろんあの検討していただけたらいいんじゃないかなと、はい、あとは結構ね今動きがあるその5納期のところ、納期がだいたい今1年から 1.5 年という形でご案内させていただいておりますが、これはねあのお車の流れなので、そうですね、はい、私どものよりかはか、はい、そこは楽しみに待っていただけたらと思います、はいはい、もう早めにですね、アマールドビクルさん、さまざまなイベントももちろんそうですねありますし、はい、まあ、こういったお店の方でもご覧いただけますん で、うん、そうですね、はい、ただその中でキャンペーンの方があるっていうことではい、あのキャンペーンがですね、先ほどお話しさせていただいたリチウムイオンバッテリーをプッシュしていきたい、はい、前に出したいということで、はい、先着10名様に関しましては、使い心地や感想をどうって聞いたら、うん、いいよとか持ったよってそれ答えていただければいいので、なるほど、そういうことをしていただければ先着10名様にオプション10万円をプレゼント。めちゃくちゃいいじゃないですか。いいですよ。もうね、はい、やっぱりこう使い勝手をご納車の後、お客様っていろいろこう車中泊ここ行ったよとか、こんな風に遊んだよって言っていただくんですけど、そこに一言リチウムイオンバッテリー最高だったとか、思ったより持ったとか入れていただければ、
お得ですよね。これは大きいですね。大きいです、はい、これ一つじゃないんですよ実は。あ、そうなんですか。まだあるんですね、はい、まだプレゼントあります、はいはい、だって夏休みですもんね。夏休みですね、はい、確かに。やっぱりこの ACS リトルのオクタービア M って恋に落ちる人が多くて、一目惚れで、まあ、5年がかり10年がかりで乗り換えて買う人も多いっていうお車なんですけれども、まあ、そういうお車ですので、こう皆さんいろいろあれこれつけたくなるんですが、逆に温暖化で皆様がつけなくてもいいかって最後予算で諦めちゃうのが FF ヒーター。あ、 FF ヒーター、そうですね、はい、確かに。これ FF ヒーターを選んでいただいた方、こちら、先着20名に限りまして 10% オフさせていただきます。やっぱり、あの、涼しい方はもう皆さん選ばれるんですけれども、はい、FF ヒーターあるとめちゃめちゃ便利ですよ。こんなにあったかいのっていう感じですから。そうですよね。しかも、まあ、はい、ガソリンから燃料取れますので。そうですね、はい、まあ、電気食わないですから、はい、そこもいいですよね。はい、もうやっぱり、ね、あるとないは大違いで、こう雪中泊なさる方なんかも多いですし、確かに間違いないオプションですから、ぜひそのディープサイクルバッテリーの方もリチウムの方もACS リトルのオクタービア M と、ひと夏の恋から一生の幸せなラグジュアリーの向こう側へ行ってください。ありがとうございます。もうじゃあ完全にもう閉まっているかなと思うんですけれども実はもう一つだけいいですか。閉まったと思いました。なるほど、ありがとうございます。もうまだまだあるんですね。実はね、キャンペーンではないんですけれども、はい、今回のマイナーチェンジに間に合わなかったお客様に非常に喜んでいただける計画が一つあります、はいはい、皆さんにもちょっとお話できないんですが、だいたいそうですね、今年の秋から年末ぐらいまでには発表ができるかもしれません。なるほど、はい、ヒントを言うとすると、その辺ってことですか。あの、お客様のリクエストをちょっと形にしたいなっていうのがあるので、はいはい、交互期待ということでよろしくお願いします、まあ、その辺もじゃあ、改めて、はい、じゃあモーターズチャンネルでも告知させてもらいますし、はい、RV ビッグフットさんの各種 SNS、はい、そうですね、周りとかも一応チェックしていただいて、この概要欄にそれ全て貼っておきますので、はい、ありがとうございます、はい、ACS エリトルのオクタービア M のですね、詳細に関してはこちらの動画の概要欄の方にもですねリンク貼っておきますので、お確かめいただきたいですし、あとはあれですね、もう単純にクラスさん、はい、各イベントとかにもいらっしゃって、はい、そうですね、今年も5年ぶりに現場復帰しておりますので、イベント会場でぜひお気軽にお声掛けください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで改めまして、こちらの動画がいいなと思ってもらったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。